私はいつも緑茶頼む。緑茶のホットかアイス。日向と行ったのは一人です。一人で行きました。はい、そう、歌唱力でね、もうそろそろ収録なのでちょっと練習しに行きました。明日やっと逆上がり行けるだって。え、でも私出ない、私出ないの。明日の逆上がり、明日フェスに出るので楽しんできてください、うん、泣いただってピエン。最近ルイボスティーが好きだって。え、わかる。私もコンビニでお茶買うときはジャスミンティーかルイボスティーかアールグレイティー、紅茶系のお茶最近買う。よく明日出ないので明日逆上がり出ません。私はあの六本木フェスティバルに出ます。うん、ジュース飲まない。コーラね、本当にコーラ飲むとね、ちょっと胃がめっちゃ荒れます。私炭酸系がねちょっと苦手で胃が荒れちゃう。ジンジャーエールは好きです。生姜、うん、さよなら毛利さん見ました、だってありがとう。ジンジャーエールは、じゃ炭酸が苦手なんですけど、ジンジャーエールは、まあ、飲もうと思ったら飲めます。うん、でも本当お茶が好きかな。私はマジでお茶好き。焼肉でもお茶、ご飯の焼肉だったら絶対お茶ですね、うん、お茶大好き、マサルがエリちゃんのこと好きと言っていたよ、だってマサル昨日喋ったからな、昨日の今日、マサルが昨日喋ったんですけど、あのマサルって17期生の女の子がいるんだけど、ちょっとおもろいね、おもろい。マサルがおだいりなの言ってたことを再現してくれたのがおもろかった、だって。え、私のこと話してたんだ。マサルね、なんかすごい妹と喧嘩してるショールームの切り抜きとか見たり、なんか大丈夫、なんかよくわかんないキャラで配信してたり、なんか大丈夫かなって。なんか今の AKB ってさ、そういう子あんまいないじゃないですか。なんかみんなおとなしくていい子みたいな、なんかみんな、なんかキラキラみたいな、キラキラ JK ですみたいな、なんかキラキラ、なんかなんだろう、なんか女の子みたいな感じの子が多いんじゃないですか。そうそう、だからなんか今までにめっちゃ喧嘩してる、喧嘩っていうか、なんか切り抜きとか、なんかよくわかんないキャラでやってるのとか、なんか AKB にいない感じで、そう、あ、いいなって思った。そう、私はちょっと頭なんだろう、なんかちょっとやばいやばい、なんかやばい子が好きなの、やばい人が好きなんです私は。なのでそう、ちょっとやばくて、そう、好きになった。そう、でカナブンやばかったです。カナブンはマジでやばかった、めっちゃおもろかった、うん、カナブンはね、笑いながらヒヒーンって言ってたから、馬になったからね。マジでカナブン面白かった、世界一面白いカナブン。
だって私もう笑いすぎて過呼吸になりましたもん。なんかもうやばすぎて、かなぶん、うん、ゆずちゃんもめっちゃおもろかった。マジゆずちゃんみたいなキャラ AKB にいたのが奇跡。マジで生誕なんだよね私。やばい、僕体あさって僕体なんだよね。まだ起こしてない振りを。やばいです。普通にやばい。だから明日のレッスン前にレッスン場を予約して練習します。早急に振り起こししてどうぞって。家で起こさないんだって。家はちょっと起こす場所がないです。うん、明日自主練するフェスの前に、何ヶ月もやってなくてどれくらい覚えてるもんなのだって。いや今は本当に覚えてない。でもなんか振り振りを一回見たら、ああこんな感じかと思って一回見て、動画をで立ち位置を見て、立ち位置を見ながら少々見て、で毎回振り振り見て立ち位置と、あここはここって覚えて体を動かしたらなんか割と思い出せる。うん、なんかめっちゃマサルちゃんと話したんだねってめっちゃ来てる。マサルちゃんとお話ししましたよ。マサルいいな、マサルって愛ちゃんがつけたらしい。アイリーンが、キーちゃんの妹アイリーンがマサイだから。でもマサルっぽいよね、なんかマサルって、なんかマサルって感じ。なんか食べ物に例えたらカツ丼的な。マサルは、うん、いい、うん、好きかも、めっちゃ、うん、マジこの曲の振りがむずいわ。最近つけ麺食べてません。
薄っぴん、素で可愛いだって。ポケモンの服です。ポケモン、マサルの話してるって聞いてやってきました。もう終わりました、マサルの話。マサルの話終わりました。うん、私もいいな、マサルあだ名羨ましい。私もマサルみたいなあだ名欲しい。あ、おでんちゃん、そうね、おでんちゃん、私おでんちゃんなんで、おでんって呼んでください。もち巾着でもいいです。もち巾着でも全然いいんで、はい。あ、もち巾でも大丈夫です。もち巾って呼んでください。超絶かわいい、もちきんで、よろしくお願いします。もちきんで、はい。ヒカキン、セイキン、もちきん、いや、デカキンさん忘れないで、一番大事。お代理って自分で考えたの？はい。学生の頃なんて呼ばれてた？だってマジで覚えてないんですよね。それがなんか仲いい子にはエリちゃんとかエリとかって呼ばれてたんですけど、あ、男子とかは小田とかじゃないですか。本当覚えてないんですよ、私記憶が。小田、小田エリとかマジで呼ばれたことなかったです。お代理って、でもなんか一人だけにしか呼ばれたことない、うん、なんか結構周りが変わった人が多くて、おだしとかなんかおだしって呼んでくる人もいたし、あとなんだっけ、私なん、お団子って呼んでくる人もいたし、そう、うん、いろいろいました、うん。あとトリッピーって呼んでくる子もいました。なんかわかんないけど、私トリッピーって呼ばれてて、なんか何って、トリッピーなんかさ、島次郎のキャラクターいるじゃないですか、トリッピーって。でトリッピーってめっちゃ呼ばれてて、なんか一人の子にめっちゃトリッピーって呼ばれてたんだけど、なんでだったっけ、忘れちゃったんですよね。うん、
トリッピーって書いてた。なんでだろう。そう、まあいろいろ呼ばれてました。トリッピーは島次郎のキャラクターです。友達のあだ名レジギガスだって、かっこよ、いいな。レジギガス。ハッピージャムジャム最高、踊ろうよ、いつもの笑顔で。ジャムジャムダダダ。俺は昔キンピラってあだ名だったよ。だってなんで？ステップ踏めばパラパッパパラパラダイス。書き初め T シャツかっこよかった。だって最高の女。あ、そうそうそう、私なんて書いたっけって思って、なんかみんな書き初めみたいな習字で書いたのを T シャツになってんだけど、私何書いたかなって思って本当に覚えてなくて、見たら最高の女って書いてあってそうそう、最高の女って書いてあった。そう、ぜひ皆さん最高の女 T シャツ着てください、うん、劇場の方の書き初めは本当に思い浮かばなくて、劇場の方の書き初め本当に思い浮かばなくて、かっこいいね書き初めで、あ、今年の抱負かっこいい単語って調べたやつで書いた。だからもう一回やり直したい。劇場の方の書き初めは嘘なんで、うん、嘘です。なん、劇場は成功って書きました。この成功、こういうこの字です。成功、この成功です。これです。シンプル。なんかでもモスじゃないかな、なんか何でも成功しますように。そう、書きました。はい、本当かも。うん、願いを込めて成功しますようにって、うん、本当に思い浮かばなくて、うん、でも私は本当最高の女が本当なので、本当の書き初めなので、ぜひ皆さん最高の女 T シャツゲットしてくれたらめっちゃ嬉しいです、
最高のオンリー T シャツどこで買えるのって、なんか AKB のグッズのやつで買えます。最高の女って自覚あってくれて嬉しい。 いや自覚とかじゃなくて、来年の抱負最高の女って、どういうこと？自覚あってくれてって、あ、女だって自覚え、何の自覚？自分、え、私女です。うん、Y が着て似合う気がしないって、え、絶対似合います、絶対似合います。うん、XL あるの？だって分からん。 XL あれ、だいたいみんな XL だよね。だってあの XL、 私も絶対 M、 T シャツの M は苦手なの。 XL あるよ。だって私 T シャツは大きい方がいいから、私も着るなら XL がいい。うん、18期かと思ったらお代理やんだってお代理ですって。18期も今オーディションでショールームやってますもんね。ちょこっと見に行った、と見に行ってない、見たいけどどこでやってんのか分からん。でも見たらさ、バレるじゃん。300人ぐらいやってるらしいね。ね、皆さん頑張ってください。うん、青空カフェでもっと話そう、出てた日を飲みながら七日で見晴れる夜で、うんうんうん、得意の別赤作るのは、だってショールームのアカウントの作り方が分かんないんですよ。てかもうアカウントを新しく作るのって結構めんどくさいんですよ。メールアドレスとかやんなきゃいけないし、それを毎日のように作るのがいるのよ。だって、え、すごい。またまたいつもやってるくせに。だって本当にやってない。私本当最近 SNS はマジでそんな活用してない。
ヤッホーマンもやってないの？だってやってない。なんか最近ヤッホーマンを勝手に名乗ってるアカウントがあるんだよね。なんかヤッホーマンって検索したらヤッホーマンの活動をしてる人がいてなんかそうヤッホーマンの活動してる人がいたんだよ。なんかみんなを元気にします、丸って違う、私のヤッホーマンのノリと違いました。この方はヤッホーマンだよ大丈夫丸私がついてるからってリプ送ってますけど、私のヤッホーマンとテンションが違いすぎる。もうこんな冷静じゃない。ヤッホーマンはあのバカテンションなの。ヤッホーびっくりびっくりびっくりみたいな、赤いびっくりの絵文字、びっくりびっくりびっくりって、そうバカテンションだから、で丸とか使わない。ヤッホーマン、ヤッホーびっくりびっくりびっくりって、大丈夫僕がついてるから一緒に頑張ろう、にっこりにっこりにっこりキラキラみたいな、そうそう。ではテンションが違った、私のヤッホーマンと。うん、だからヤッホーマンの活動している方はここ、もしここ見てたらちょっとテンションをのベクトルを変えてみたら、あのヤッホーマン、ヤッホー感が伝わるかなっていう、そうふうに思います。うん、ストーリーの人形の名前プラスするとマイなんです。私はプラスルとマイナンがめっちゃ好きなんですよ。プラスルとマイナンとエイフィーが好きなの。かわいい。昨日ポケモンセンターに行ったんですよ。でね、もうほんとぬいぐるみが可愛すぎて一回病んだ。なんかマジでもう可愛すぎてずっとムカついてた、ポケモンセンターで。なんかえみたいな、可愛すぎるムカつくってずっと結構言っちゃった。なんか可愛すぎてムカついてきた、ポケモンが。そうそうなの、ムカついちゃって怖いすぎて。で、あの本当に全部可愛くて、あのぬいぐるみとかもう全部欲しくて可愛かった。うん、プラスルとマイナンのぬいぐるみを買いました、私は。でもね、グレックルのクッションもね買うか悩んだんですよ。うん、そう、丸い、横浜の丸いで可愛いか、なんで可愛いとムカつくのだってわかんないの、初めての感情。え、そう、グレックルのクッションがマジで可愛かったの。なんかグレックルとか別にね好きじゃない、好きポケモンとかじゃなかったんだけど、なんか可愛くてマジで、え、ほんと可愛い。グレックルクッションで調べてみて、めっちゃ可愛いから、え、待って、買えばよかった。え、ムカつく可愛すぎて。そう、え、ほんと買えばよかった、めっちゃ可愛いんだよ。うん、可愛い、そうなの、可愛かった、うん、
等身大ホゲータ買わないの。だってホゲータ可愛いよね。なんか最初ポケモンセンターに行った時にひなのと一緒に、あ、結構昔数ヶ月前行った時に、次のポケモンの、3タイプ見て、ニャオ、ハー、クワッス、ホゲータっていう、あの草ポケモン、草、炎、火のポケモンがあって、火のポケモンがすごいなんかあんま可愛くないなと思っちゃって、ホゲータっていうポケモンが、これ選ぶ人いるのかなみたいな、なんかホゲータ選ぶ人いるのかなみたいな、ひななと言ってて、最初えみたいな、そう、えみたいな、絶対選ばないって言ってたら、私ほんと絶対ニャオハっていう猫の草のポケモンにしようって決めてたので、いざゲーム始めるじゃん、絶対ニャオハ、絶対ニャオハと思ってたのに、ホゲータが画面に出てきて、なんかリンゴをホゲータが吐いた火で燃やしちゃって、ホゲータがで、あーみたいな、燃やしてたの見た瞬間に、待って、ホゲータ可愛いなって思っちゃったの。そう、その時に、え、ホゲータ可愛いじゃんみたいな思って、やばいやばいと思って、え、待って待って待ってって思って、ニャオハに絶対あのしようって決めてたのに、やばい、ホゲータもいいな、てかクワッスも可愛いみたいな、え、どうしようどうしようって思って、そう、やばい、だから結構10分ぐらいね見てた、ポケモンのこと選ぶ時、うん、そうなの、むずいよね最初のポケモン選ぶの。そうなの、可愛かったのホゲータ、本当にホゲータ可愛い。自分はホゲータにしたらって、ホゲータ、お兄ちゃんもホゲータにしてました。お兄ちゃんもポケモンやっててめっちゃ進んでる、私より。姪っ子もやってんの、甥っ子もやってる、結構やってる、みんな。そう、私もやってますし、お兄ちゃんめっちゃ進んでた。うん、お兄ちゃんポケモンがやりたくて新しいスイッチ買ったらしい。冒険始めるならホゲータ選ぶな、だって。そうなんだよ、ホゲータ可愛いんだよ。そう、ホゲータ口開いてんの可愛い、ずっとホゲーってしてて可愛いの。てか突然なんですけど、皆さん、あのニット着るときに、なんかニット着るとさ、すっごい静電気を切るニットあるじゃないですか。あれってどうやって、あの、なんていうんですか、防衛してますか、あの静電気。着ない、なるほど。今日買ったニットがめっちゃ静電気やばくて、静電気スプレー使ってる。え、そんなのあるの。私もあんまりなんないんだけど、すっごい静電気やばいくて、試着した瞬間、でも可愛かったから買っちゃったんだけど、マジでパチ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 って聞きながら、もうパチ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 って、もう髪の毛もこんなになってて、そう、なんでって思って、ビビった。久しぶりにそんなになったから。水を切り拭き、
兄ちゃんカシミヤとかだと平気よ。着てしまえばええやろって思いながら着る。帽子スプレーどこに売ってんだろう。顔買います。静電気やだ。ドンキ、ドンキ行かないな、あんまり。薬局とかはよく行くけど。結構売ってる？そうなんだ。ダイソーにも売ってんだ。コンビニに売ってないのかな。いやー、ちょっとありがとう。そういうスプレーがあること知らなかったんで、買いたいと思います。ということで、じゃあ今日の配信はね、終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとう。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位ジャンアット群馬にお出し、12位ひのと、11位かほ、10位まこぴ、9位れいちゃん、8位中堅、7位筋肉愛好家、6位進撃のパオン、5位ひとくまさとる、4位みやちゃん、3位くまてぃ、2位やなみ、そして1位はまあっとおだし。ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。また明日の配信で、明日フェス楽しみにしててね。バイバイ、おやすみ。